ごきげんよう。高齢者モチベーションアップ講演家宮崎文隆です。高齢者のモチベーションをアップして光り輝く高齢者になろうという情報を配信しているところで、ございます。今日は2024年5月の30日、いよいよ5月も詰まってまいりました。30日の木曜日です。中国新聞の一面は、初診患者負担最大219円増、1日から診療報酬改定となってますね。そして左に行きますと、王者ドラフラ凱旋広島駅でファン出迎えというんでね、盛り上がっているところでありますね。今日も本の3冊シリーズをいきたいと思います。その第1弾としまして、老いては好きに従えというね、片岡鶴太郎さんの本からいってみたいと思います。今日は、第4章の生涯現役でいるためにやり方や立場に固執しないという中の1項目であります。これは年々衰える記憶力との戦い方。そうですね、記憶力ね、大変ですね。その中で、役者という仕事はいろいろな経験が身になる、なるので、やはり長くやっていれば表現の幅も広がります。ただ一つだけ、若い時の方が優れているものがあるとしたら、それはセリフ覚えでしょう。記憶にかかってきますね。私は30代の頃、台本をどんぶり勘定で覚えていました。ざっと台本を読むだけ。今はさすがにそうはいかないので、センテンスを区切って一つずつ覚えていきます。例えば、私は年老いて人間が優しくなったというセリフがあったとしましょう。私は年老いて人間が優しくなったと区切りながら覚えます。私はと最初やって、次が私は年老いてとやって、次が私は年老いて人間が、次が私は年老いて人間が優しく、もう一つ私は年老いて人間が優しくなったという具合です。まあ区切って覚えるんですね。まあいろいろ工夫してられるんですね。ここではいわゆる反復の繰り返し、時間はかかって大変ですが、その方法で覚えるとセリフが一度入ったら忘れることがないんです。その証拠に撮影現場で NG を出さなくなりました。高齢の役者が NG を出したら、周りから年取ったから覚えられなくなったなぁと言われて、かっこ悪いじゃないですか。それどころか仕事がもらえなくなる可能性だってあります。そうですね、セリフが入らないとこれ最大の悩みですよね、役者にとってはね。若い頃は所詮どんぶり勘定、台本全体のニュアンスと肝心なセリフをつかむだけでしたから NG を出してしまうんですね。だから今の方が時間はかかりますが、数時間後に忘れて台本を読み返したりしない分、効率的かもしれません。以前は撮影前日に一度覚えたセリフをまた確認する作業をしていましたが、最近は毎日同じ時刻に一通り喋っているので、それもしなくなりました。ルーティンのところでもお話ししましたが、夜の10時頃に起きたとして、ヨガを始めるまでの2時間にセリフの反復練習も行っています。撮影の日まで毎日反復すると、ただセリフが頭に入るだけでなく自分の言葉になってくれます。セリフが体に馴染んでいるから、心からにじみ出る言葉になって発せられるというわけです。私は年配になって脚本家の方に気を使われて長いセリフを少なくされたら悲劇だと捉えます。役者さん自らがセリフを削ってほしいという場合もありますが、私にすればこんなにおいしいセリフをなんで自分から削っちゃうのと思ってしまう。私だったら長いセリフになればなるほどありがとうございますという気持ちで望みたいですし、長いセリフが書かれてあると鶴太郎さんならいけると思われているのかな
と感じて燃えますね。いやー、これはすごいですね。よく役所さんの談話とか本など読んでみますと、セリフがね、もう悩みの種だと言っておられました。中田達也さん、まあこの方はもうセリフの量が全然違うんですがね、一人芝居の時などはね、セリフを全部書いて、壁とかトイレとかなんとかね、全部部屋に貼って覚えてられましたね。まあセリフの量がもう格段に多いわけです。という芝居で1時間ぐらいやるとしたら、もうどれだけのセリフになるのかとね、まあよく覚えられると思うんですが、いやそれをね、覚えるのにもういろんな工夫をして、まあ工夫しても覚えられればまあいいんですがね、1時間のセリフなんてどうやって覚えるのかと思ってね、もうまたある女医さんなどはね、名前だとかね、一度読んだらほとんど覚えるという、まあ信じられませんね。パーッと一度読んで覚えるという、どういう記憶力なんだろうかと思うんですがね。まあ、その中で、鶴太郎さんはこういう、まあ、工夫をしながらね、覚えております。そしてまあ、長いセリフがあると燃えてくるというんですから、まあ、すごいですね。この、4章のテーマが生涯現役でいるためにやり方や立場に固執しないというんですが、生涯現役というのはやっぱりいろんな努力が必要なんですね。私も生涯これ喋って動画を撮り続けたいと思いますが、これもなかなか、まあこの人の努力から比べたら、まあ努力が足りないなというようなこともまあ思うわけであります。続いてまいります。ドラマや映画で一番恐ろしいお客さんはスタッフさんです。生の現場で名だたる俳優さんを撮り、声を録音してきた方たちは一番目が肥えている。そんな現場でセリフを間違えたり、台本を見ていたりしたら恥ずかしいし、恐ろしいことと思って毎日現場に臨んでいます。はあ、心構えも必要ですね。やっぱ生涯現役だろうと思ったら、波の心構えじゃできませんし、努力も波の努力じゃできないということですね。まあ、これよく胸に刻み込んでおかなければならないことですね。おそらくスタッフさん同士の場では、あの人の演技はいいな、引き込まれるなと話しているはずなんですよね。その一方で、あの役者はダメだなという会話も飛びかかっているはず。それは役者の耳には直接届きません。だからこそ余計に自分を律して臨まなければならない。私は今あえて現場に台本を持ち込みません。それはちゃんとセリフが入っているという自信と覚悟の表れです。はあ、なるほど。年々衰える記憶力との戦い方というね、戦い方を、まあ、今日は鶴太郎さんが教えてくれております。まあ、なんといっても生涯現役でいるためのこのノウハウといいますか、アイデアといいますか、今の自分の実体験を語っておられますからね、それなど聞くとね、やっぱりもっと燃えて努力しなければならないということをね、つくづく感じています。そして努力しようかなと思ってモチベーションをわーっとアップしているところであります。ごきげんよう。